旧市長者聖マルクス協会プラウエンは、ドイツ連邦共和国のザクセン州に属する都市である。人口は、約6万4千人である。大部分の住民は、高知ドイツ語の内上部ドイツ語に属する、上部フランケン語を使用する。エルツ山地に近い丘陵地帯に位置し、抗議的なフランケン地方東北部に属する。レース、カーテンなどの繊維産業が盛ん。とりわけ、レースは、 プラウエンレースと称され、パリ国際展示会でグランプリを獲得したこともある。チェコとの国境に近く、最も近い箇所で約20キロほど。近隣の都市としては約35キロ北東につび交う40キロ東にアウェが位置している。1122年、資料上でプラウエンの存在が確認されている。1224年頃に都市特権を得て、 同世紀中に新市街も建てられた。中世後期より繊維産業が発展した。第二次世界大戦では街の4分の3程度が空爆によって破壊された。東西ドイツ統一後、西側への人口流出が進み、20世紀初頭には10万人以上、いた人口が6万人台にまで減少している。世界最大級の石像鉄道橋であるゲルチュチタール、橋が 町の郊外にある、ありがとうございます。